あなたの清めはどこに向かっているのでしょうか。上への上昇志向の先に十字架の主イエス様はおられません。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。真逆を言った人物がいたよな、アダムとエバです。神によって作られたものなのに、人としての在り方にとどまろうとは考えない、神と同等になろうとしました。これが罪の本質。人間の神になりたい誘惑は、実は善意の中に、主の働きや私たちの教会奉仕の中に、知らず知らずのうちに存在する。私どもには3人の子供がいるんですけれども、地元の小学校で先生、教員をしているのですけれども、もう自分でアパートを構えてそこに暮らしているんですが、ある日、今晩ご飯食べに行ってもいいみたいな感じで、楽しい食事をしばらく共にし、そろそろ帰らなきゃかんわ、見送りに立ちました母親としばらく立ち話をしていた声が、突然ですね、男泣きに泣き出したのが聞こえてきたんですね。複雑な家庭環境、背景、その中から学校に来てですね、問題を起こす児童について、彼は強い正義感と志を持って、一人で一生懸命1ヶ月余り取り組んでやってきた。ところがとうとう自分のキャパを超えてしまいまして、器が溢れてしまったんですね。しばらく黙って様子を見ていました。自分でそんな風に思ってもないだろうけれども、全部一人で背負っちゃってるあなたみたいな人につける名前がちゃんとあるんだよ。メサイアコンプレックス、救世主になりたい症候群。でも人間神じゃないから、全てのことをうまくやることはできないし、そもそも人間には無理なんだ。あなたは自分にはできないことがあるということを自分で認めないと潰れちゃうよ。救いの完成は、私たちが神と肩を並べられるようになり、成長して神様なんかいらなくなる、自分一人でやっていける成長と完成ではありません。むしろ、ああ私は神様なしでは一日たりとも生きていかれないな。愛する皆さん、あなたが信じて立つ清めはどこに向かっている清めでしょうか。